スーパーロボットスピリッツは、バンプレストから発売された対戦型格闘ゲーム、バンプレストの任天堂64参入第1弾である。3D グラフィックスで表現された様々なロボットアニメのロボットたちが対戦するクロスオーバー作品である。バンプレストが展開しているロボットウォーシミュレーションゲーム、スーパーロボット対戦シリーズと設定がリンクしており、 1996年に発売された新スーパーロボット大戦に登場するバンプレストオリジナル作品長期大戦 SRX のキャラクターが登場している。人類が宇宙に進出して一世紀、謎の敵エアロゲーターの無人兵器が地球を襲い、地球側のスーパーロボットは次々破れ戦局は悪化していた。そんな中、エアロゲーターを支配するレビトーラーから 人類抹殺を始める30日後までに自分のジュデッカを倒してみせろとの通告があった。これに対しスーパーロボットとパイロット、その仲間たちが立ち上がった。基本的な部分のシステムは中断攻撃や連続技の分岐、ダウンした相手への追い打ち攻撃などバーチャファイターからの影響が強く見られる。ただしガードは十字キーを5方向へ入れる方式。 地上と空中の二つのラインで戦うこともでき、地上と空中では出せる技が異なる。また、地上からジャンプして高い位置を攻撃する技を出せば、叩き落とすこともできる。攻撃を出したり受けたりすることで溜まるスピリッツゲージを消費して、スピリッツ技を出すことができる。これは全てガード不能。スピリッツ技の中でもスピリッツゲージを多く消費し、パイロットのカットインが入るものは、 超必殺技という故障になっている。声優、秋元陽介声優、林原めぐみは、機動武東伝 G ガンダムの冒頭に登場する、ストーカーのイメージを踏襲したもの。には、ストーリーモードを一度クリアすると選択できるようになる。テレビ CM には、セルアニメーションが制作され、ダンクガのダンク剣を白羽取りする、マスターガンダムや、シャイニングガンダム対 R-1、1 ボルテス V 対ライターンさんといった反響を超えた対決が実現した。CM ソング、鋼の魂は、作曲が渡辺中名、歌は水木一郎と影山浩信によるもので、シングル CD として発売された。この曲は後に SRX のテーマ曲として、スーパーロボット対戦シリーズで使用されているほか、ライブイベントスーパーロボット魂の定番曲となっている。 ありがとうございます。